日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は時間について。はい、ちょっと今変な音がしましたね。これ僕のコーヒーカップの音ね。はい、コーヒー飲んでます。朝です。皆さん元気ですか？忙しいですか？僕も皆さんと同じように忙しいですね。今日は時間について少し話したいと思います。1日は24時間しかありません。しかありません、もしくは20時間もあります。どっちですかね。たくさんの人は24時間しかないと考えますよね。時間がない、忙しすぎるね。でもそれは本当ですか？多分たくさんのことをやりたいと思いすぎではないでしょうか。もちろん、例えば今日は仕事をして映画を3本見て本を1冊読んで音楽を2時間聴いて、散歩を3時間して、そんなことはできませんね。そんなことはできないですよね。選ばなければできない、ね、時間は限られているんですけど、時間はね24時間しかない。そしてその中で多分8時間寝ますよね。まあ7時間と8時間ぐらい寝て8時間仕事をしますよね。仕事をしたり学校に行ったり、そうすると残り8時間なんですが、多分8時間もないですよね。お風呂に入ったり食事をしたり、だから多分自由な時間はほとんどの人は3時間ぐらい、少ない人は多分1時間ぐらいしかないかもしれない。だから選ばなければいけないですね。選ぶ。僕は最近映画を見てません。僕は最近テレビを見てません。まあまあニュースは見るけど、そのテレビドラマを見てません。その理由は、僕は他のことをしているからですね。例えば僕は本を読みます。例えば僕は音楽を聴きます。例えば僕はギターを弾きます。そういう時間のために、テレビドラマは見ていません。ゲームもしていない。僕はテレビドラマが大好きです。僕は映画が大好きです。だけど音楽の方がもっと好き。本の方がもっと好きですね。だからやっぱり時間のためには、時間を作るため、ね、ちょっとうるさいな。時間を作るためには選ぶ必要があります、ね、自分がもっと大切なこと、自分がもっと好きなことを選んで集中して、それをやってみてください。そうすれば時間は十分にあると思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。